やるとするか。そうか、こいつらもいいのか。ベビーサダー犬ちょっと欲しいな。回収していかないと。俺が今までちょっと取られたものをちょっとちゃんと回収していかないと。まず回復。で、なんかあれが、おー、祈祷師が来たか。いけないじゃん、これ。でもちょっとあれ欲しいな、ちょっと。しかしながら、まあ、そういった地までいい。ムカつくな、こいつ。腹立つんだが、何この、際どいあれは。なんでそこに立ってんの？何こいつ。お、なんてこいつ。ふざけんな。ニロド君じゃねえ。何が攻撃だお前の。そう、いい感じ終わったか。よし。不幸の種か。これ行こう。でも逆に行かない方がいいの、良かったのかもしんないな。大丈夫だろ多分。あれてか、あれちょっと待って。こいつ、あれ？ちょっと待って。おう。おかしくねえか？おかしくねえか？おかしくねえか？ちょっといろいろ。あなたいろいろおかしくない？ベギラマ？ベギラマか。とりあえずは、ルーラですね。冷静に行きましょう。ルーラ便利だな。なぜあれが効かないんだ？イオラ効かないのか？イオラ効かない時もいいの？つまり、聞いてたのかこいつら。そこが問題なのよね。これがちゃんと効くのかどうかっていう、なんか。お？もしかしたらそういう戦いになってくる？もう本当になんかそういう、実は効かないみたいな。ユーラやってみっか。聞いてなくね？聞いてないんだが。ヒャドとか？こいつヒャドは効くだろ。見た目ヒャド効きそうだもんな。あ、ヒャド効くんだ。じゃあ、マヒャドか。とりあえず、モロハ。危ねえ。で、ここで、まあ、回復の、ツボ。で、殴る。オッケー。あ、そういう戦いなの。我々は、もうそういう戦い、もうそういうアレナ入ってしまったのか。こいつはちょっと俺把握しとかね、ちょっと把握しなきゃいけないんだよな、ちょっとな。聞いてる？こいつ。あ、聞いてんじゃん。ああ、オッケー。よかった、シルバーデビルオッケーか。まあ、やっぱ対戦があるんだな。でもドラゴンいんのか。ドラゴンがいるってこと？倒しとく。レベル的なあれだよね、ちょっとね。まあ、これがきついが。おい。1250か。ちょっと危ねえな。ちょいと危ない。そしてこいつが、問題の。でもこいつはまああれだろ。明らかにこれでしょ。ああ。ラリホありだな。オッケー。最強じゃん。一応使っておく。なるほど。なかなか恐ろしい戦いだな。まあ、ベギラマいけんべ。だよな。スペルブックはちょっとあれだね。ボミオス。おお、いい子がいるじゃないの。まあ、いるわけんだ。こいつも効かないの？よくわかんねえんだよな。効くやつと効かないやつがいいのか。はあ。耐性がある人がいろいろ、いろいろいるんだが、本当に。はあ、これどうすればいいんだ？ベギラマ効かないよ、それ。メーラも効かない。
メラも聞かない、マも聞かないのか、そもそも。じゃあいいか、もう無理に戦う必要ないでしょ。場所がないか。君は OK。 はあ、あれ属性何があったっけ。ギガ電か、ギガ電系か。でこいつも効かない。これだんだんちょっとあれだよな、モロハもなんかなくなってくるからちょっとあれだね。はい、危険だな。もうなんか 即降りんのがいいのか、これ。即降りか、逆にこれつかない方がよかったか。でもこれも入った以上あれでしょ、こいつらも効かないの、結構問題だよな。まあバシルーラ、まあ効かないんだったらまあそれはしょうがないかも。もう諦めるしかないな。さよなら。あとはシルバーデビルさん、ちょっと危ないね。まあ使う。でここが2発か、3発。これダメージ入ってんの、これ。でもこいつ洗ったよな、これ死んでんのこいつな。あ、じゃあダメージ入ってんのが一応、あの表示されないだけで。そういうこと。あ、そういうこと。あ、じゃあギガンテスも効いたかもしれないとか。てかぼちぼちあれじゃないの、その組んじゃないの、そのあれが。あ、そうか、モンスターズ組んじゃん。場所替えとかうまく使いつつって感じじゃないの。したらこれどうすればいいの、こいつぶっ飛ばしゃラーか。うん、ぶっ飛ばしゃラーだな。ぶっ飛ばしゃラーの場所替えの、場所替えとか懐かしいな。もう最悪なんだが、俺がルーラー使えばってこれだったら。おい、どこに行ってもいるじゃないか。でもこれ、ま、毎回そのルーラー対応できないな、ちょっとな。お、いいじゃない。じゃあまあこれ振って、まあ、振って投げるのがいいのか。マヒアドがあれか、マヒアドか。そう、あれがあったのか。あ、まあ、それがラリホーか。ラリホーですね。まあ、物自体あっからな。大丈夫なんじゃないの、言わないけど。剣が、まあ、これはあれにしようがないでしょう。何も起きない。これもあれかも。これ割ってもいいの。まあ、敵はそんなあれか。ちょっとわかんないんだよ、これなんかな。ベギラマ。あ、入ってんね。あれ、こいつなんかあれじゃん。マネマネか、こいつ。マネマネだ。これ敵が見ないとどうしようもないんだよな、ちょっとな。しびれくらいか。無駄地になっちゃうから。ああ、こちら行けた。こいつ行けた。こいつだよな、これが。3発ぐらいやって、まあ、4発ぐらいか。でもこいつなんかイオナズン使ってくれるの、こいつなんか。あ、倒せんじゃん。あ、こいつも倒せんのか。誰がいいんだ、なんか変なやつがいいんだ。ちょっとあまり近寄りたくないんだけど。これは鬱陶しいな。目の前にいんじゃん。ダメージ入ってんのかね。入ってないのか。じゃあラリホーだな。まあルーラーでもいいのか。もう なるほど。だそのためのあれね、前半に、前半でレベルをガンガン上げろみたいな、そういうことか。もう使うしかねえ。ルーラー、これだ。絶望的なんだが。危ねえ。
あぶねえ、半端ないんだが。まあメガンテ使いたいけどな、メガンテ使いたいけど、ちょっとあれでしょ、うわメガンテ使ってみて、ちょっと使いたい、使いて、俺の欲望が、俺の欲望、俺の欲望うわ、一番最初ゴーマジックバリアバーゲーマーデイン、意外と覚えなかった、意外とそんな覚えなかった。これは価値のある、価値のある行いです。これはよし、やばすぎだろ、ちょっと危ねえ、よかった。物があれか、不幸のため目薬、あー目薬ちょっと取ってきたな。じゃ回復の音切りの最高なんだが、こんな最高なことある、よし。さあ、ディリッディリディリディリンディリンディディリンディ、恐ろしいな本当に。ここにあんのか、もう行っちゃってもいいでしょう。まあラリホだな、ラリホ5ターンっていうのがあれだな、これ貴重だなマジで。よし、なんでそこにもいいんだ、オッケーオッケーオッケー、あ、ないじゃん、よかった、いやよかったよマジで。もうルーラー、まあ、使い放題だからな、ルーラー使い放題最高じゃない、だってそれだってあれじゃなくて、あでもその場所によってあれか、こうなるんだね、こうなるんですね、これ危険だね。てかなんでこのなんかこうしか言えんの、そうなんのか、おお危ねえ、ヒャドヒャドだったらいいや、変化変化 OK、 あーいらないやつどうすっかな、服はこれいらねえか、もう服はいらねえよな、着々と集まってきてんだよね、これ一回回復して、回復してから何でこんないっぱいいんの、彼らはこれ何なの、姿を変える、なんかモンスターとあれか、なんかそういったあれが要素もあるのか、ナイス、なんかあるぞ、お、なんかあるぞ、謎の物体、はい、やっちまったな、回復あるからいいか、ただちょっと痺れがまずいね、痺れがちょっと怖いな、いや多分2発やればいけらず、一発食らう、多分大丈夫、ティリリティティ、しぶどいな、2フラム消え去る、お前は消え去ってしまうわ、よし、おお、まあベギランはしょうがない、モンスターだと俺騙したな、これがなんということ、一回まあ使うか、ちょっと強いなんか欲しいんだよな、ちょっとな、でももうそろそろもう一発じゃあれか、倒せなくなってくるか、イオナズンとか欲しいな、ちょっとあれだよね、これどうだ、3発いけんだろさすがに、 OK2000 我が宿敵、ちょっとそろそろやばい階層に来たが、もしや
とてつもなくやばい階層に来たのかもしれない。メタルスライミー、メタルスライミーがいいのか。これどうすればいいの、多分効かないのこれね。ラリフォーはどうだ、あ、いけんだ。こいつどういう系、これどういう系なんだ、ちょっと気になるな。体力少ないべ、結構いっぱいあるのかな。もういった、1500。大目邪魔が来た、ちょっとそれ欲しいんだけど、そんなのどっか行ってほしいな。あ、ニフラム、あ、ニフラムいいじゃん、ニフラムいいじゃねえか。あ、しかも、うわ、え、ニフラムなんでこれ、次から次へと来んだ。やっぱ使えねえ、もう使えない。おお、そらまずい、一回ちょっとあれだね、回復ぶっ飛ばしられてみるか。いや、この後ろにいるかもしれないからな、後ろにいる可能性がある、ちょっとそれを考慮して。よいしょ、 OK、 55か、それは多いな、確かにそれはそうだな、確かにそれはそうか。バジュラでいっか、ってなると、まあ、バシグラ、まあ、死体でいいんだよ。ええ。で、割と、まあ、回復するから、まあ、あれだな。まあ、そんで、敵が大量に来た時は、まあ、それはそれで考えるんだろう。まだ、もう、基本なんかあれじゃなくて、もう、レベル上げっつうかなんか、もう、考えるしないんじゃないの。もう、なんか、速攻でも行くこと考えちゃえばいいんじゃね。まあ、35回ぐらいだったべ。多分同じルールな感じで、なんかもうこっから先はなんかあれだよな、もう多分そういうテクニックみたいな感じになってくんじゃないの。で、割とまあこれちょっとやっとくか、まああとはもうあのその都度、まあこれでやるしかないんだな。それはありえない、それはない、まあルーラーだな。でもこれ多分最終ルーラーちょっと使えなくなるぞ。なんだ一撃で多分ぶっ殺されるの、これが。一撃でぶっ殺される可能性あるから、もうルーラーもちょっと使えませんね、ちょっとね。マジで危ねえな、これは。モンスターハウスが出てこないのが、それが救いって感じか。でもまあ、まあ、ギリいけんべ。大目玉あたりだったら。多いんだよな。で、ルーラーちょっとまあ、ちょっとまあ、博打というか、あれが、その要素が強すぎるので。まあ、バシルーラあたりが一番まあ妥当なんでしょうね。ちょっと拾っていくか。よし、まあでもそれでやっときゃいけると思うんだけどな。うまいことまあ通路とかになんか持ち、なんかなんつうの、持ち込んで。ただまあこのこたらりほうだろ、ただ間を利かないべ。2、なんかちょっと重いな。なんか重いってことは、なんか後ろに誰かいるかもしれない。体力10か。いいですね。あ、やっぱいるわ。いるんですよね。どんだけいるんだ、お前たちは。なんです、あっぶねえ。あっぶな、やめろ、あっぶねえ、マジで。極まりなかったね今。なんかないのか、ちょっとまあちょっと じわじわとやっていくしかねえか。危なかったね今のは。どっか行ってくれ、もう危険地帯やってるからな。でまあ回復はまあどんどんなくなってくるっていうのはちょっとまあ問題なので、ちょっとまあ気をつけていかないとな。こう現実視ちょっと要注意だね。マジで危ねえ。なんでここのいっぱいの子は。いや、言いすぎたろお前ら。まずいんですよね。バシルラも使えない。で、一撃は重すぎる。まあ、これが妥当か？なんという強さなの。まあこういうのになってくるので、メラミ、もうルーラーも
使わない方がいい。ちょっと危険すぎる。なの序盤でやっぱ稼ぐのがいいんだろうね、やっぱな。なんだかんだやっぱそこに行き着くのが。もう稼ぎまくってなんかなんつうの。まあそれがいいんだろうな。回復しとくか。まあそうだね。まあ一応なんかまあ。回復のツボとかもやっぱ稼ぎまくって、それでまあこの後半の戦いのために取っとくみたいな感じでいいんじゃないの、ちょっと。イメージ的にそんな感じか。イメージ的には。音入れはでかいな。回復もいらんな。オッケー、このあれがあるからな、ちょっとな。24回、今日来てんだよね。とりあえずどうすっかな。右で行ってみっか。我々は慎重に行かない。怖えんだよな、この。おい、薬草。これも飲んどっか。この何が来るかわからない、こういうあれなんだよな。へい。なあ、そう、こういうことがあるからちょっとあれなんだよね。危険極まりないな。これどうすっかな。どっちがいい、音切りか。音切りもあれだよな。まあ、玉砕加工というか、まあ。これのモンスターを着たら、まあ、まあ、うまいこと、まあ、場所、あれか、まあ、バシルラ、じゃね、場所替えでやるしかないのかも。これ変化だとどうなるの、ちょっと変化気になるんだよね。ランクがあんま変わんなくね。ランク変わらんよな。で、ここまで来るともうルーラーはもう使えない。やっちまった。こういうまあちょっとしたミスに私は、これまあ致命的になるからな、マジで。階段来てくんないかな、ちょっと。そうだとか。で、まあ一発、まあ100ぐらい見積もっちゃったあれだな。言い過ぎじゃない、ちょっと。なんでこんないっぱいいんだ。この、こう、バッて来て、なんか入った瞬間に一撃食らってのがちょっとあれなんだよな。それがすごい嫌なんだよな。ああ、怖えな。階段早く来いって思うよ、ほんと、なんか。なかなかあれですね。粘りますね。そんな、でもまあ、連チャンでガバッとモンスターも来ねえだろ、そんな、さすがに。通路怖いよな。嘘。こっちは。これ戻んなきゃいけないの、これ戻んのきついな。ちょっとルーラー行っちゃうか。まあ本当はやるべきじゃないんだけど、多分まあこのリスクはこっちの方が新たんじゃねえか。ちょっと飛ばすで回復してあげる。これがちょっとあれなんだよね。本当は階段見つけてればまあよかったのよ。まあ、こういうことがあるからな。もう近くなんだろ、これ。言い過ぎたらちょっといくらなんでも。バシ。バシ。バシ。で、バシ。オッケー。お！ナイスとしか言わないんだが。これちょっと音切れだな。音切れ一発。ちょっと罠が怖いね。罠が怖すぎる。おー、ちょっと危険なとこ来たね、だいぶ。この巻物何？巻物ってなんだっけ？まあ、こうだね。バシルーラー。こいつもあれだよな、まあ、一応。あ、リリミトか。まあ、多分もうそろそろもう一発がもう、やばすぎじゃね。おい、ちょっとまずいだろこれ。それは聞いてない。
最悪の相性じゃねえかそれ。こいつか。しかも2回攻撃ってどういうこと。やめてくれ、まずいぞこれ。宿敵じゃん、もう危険すぎる。最も出くわしちゃいけないやつ。これまずくねえか、ここ。これまずいんじゃねえか。まずいよな。何がどうなんだよこれ。ちょっと落ち着け、落ち着きましょう。うん、一旦ちょっと落ち着こう。まず場所、これいいや。なんでいるんだお前も。ちょっとまずくねえか。お前なんでそのかわしてんだよ。壁だからか。あれモンスターハウスかな。でまあ多分 OK。 あそこはまあモンスターズにちょっとまあゆっくりと、まあ、ゆっくり過ごしてもらって。こいつやばすぎだろ。狂ってんだよね基本的に。最も危険な、ちょっと待ってくださいよ。ちょっとマジ、そりゃ無理じゃねえか。ちょっとはあ、ちょっとおつけ。なんでついてくんだお前は。ちょっと待って、落ち着け。ちょっとも、なぜそこにいるのかっていう、まあ、問題点があって。まずバシルーラ多分いない。この感じだといないな。バシルーラ、もう一回バシルーラ。絶対いるよなこれな。絶対いるんだよこのバケの中にやからが大量に。もう一回バシルーラ、もう一発か。なんかいっぱいいんな。来るな。どういうこと。なんでまだいんだよおい使えてしかも何、これどこにあんの階段。あ、この下。ちょっと待って、これバシル、バシバシバシ、ちょっと待って、バシバシバシの回復のバシバシバシみたいな、これ無理じゃないか正直。よしもう最高なんだから、もう最高最高版最高最高なんだろ。これもうマジでやべえな、マジで。目薬これなんですよ。これがトルネコなんだよ。どう、これが私のね、この醍醐味の。もう全部解除してからな。もう今までの全てはあれだよ、回収している。また来たのかペチコが。誰だそこにいるのは。ちょっと待って、バーサがいらねえ、バーサがいらん。これやっとくか。なぜお前はそこにいる。何そのフットワーク、腹立つよな。これも回復しようがいいか。でもたまま、どっちにしてもこれ無理だったんじゃないの。もうメガンテメガンテしかとんでもねえ、マジとんでもねえよ。いいですね。ほ
よし。おお。大丈夫。危ねえ。危ない。よし。